高岡やぶな駅は、富山県高岡市はびろにある、愛の風富山鉄道線の駅である。開業直前の当駅北陸新幹線の金沢延伸開業の際、富山県内の北陸本線は、並行在来線として JR 西日本から経営分離されることが決定していた。それを受け、2011年に富山県により、 駅間4キロメートル以上の区間のほぼ中央であり、おおむね5000人以上の駅税券人口及びおおむね500人以上の上行人員が見込まれる区間への新駅設置について調査が行われ、西高岡駅高岡駅間については、富山駅東富山駅間とともに有力な候補として具体的に計画が進み、2018年3月17日に当駅が開業した。 愛の風と山鉄道線では初となる新駅であり、旧北陸本線時代から数えても1964年の東滑川駅開業以来54年ぶりの新駅設置となった。新駅整備にあたっては、幹線鉄道等活性化事業費補助を活用し、第三セクターである愛の風と山鉄道を主体として国を呼び、 地方公共団体の補助金を財源として事業が進められた。整備費は約8億円で国、県、市が各々3分の1ずつを負担した。奈良時代に越中国史として現在の高岡に赴任していた家人大友やかもちにより750年旧暦2月18日に読まれた以下の赤で言及される地名、ヤ部派の里より、この所在地については 諸説あるが、当駅近隣の高岡市はだとする説もある。夜夫並野佐藤、ジュルドカサトハリュサマイ、地元母入とツイムヒトシーハハジトギット夜2月18日、守る大友すくねやかもち作、万葉集館184両編成に対応する、相対式ホーム2面2線を有する地上駅。地上駅舎が、東西の、各、ホームごとに設けられ、それぞれに、 無人改札口が設置される。古選橋は、東西自由通路を兼ねたもので、エレベーターを備える。デザインは、通勤、通学駅として、地域の人々に親しまれ、愛着を持たれる駅を施行し、住宅地の中にあることから、シンプルな作りとされている。富山県統計年間によると、2020年度の1日平均乗車人員は399人で、ある。 開業後は1日1600人の乗降が見込まれている。開業後の1日平均乗車人員の推移は以下の通り、県道131号は駅舎そばまで伸びている。ありがとうございます。